年に作成された月協定に従い、月の天然資源は全人類の共同財産である。というわけで、徳川月面工場では月資源を国際法に基づき採掘加工し、ホームやコロニーへ供給することを目的としております。皆様の徳川へのご投資がこのように全人類に役立っているのがお分かりかと思います。紀元前、ギリシャのルキアノスが月旅行の空想小説を書いて、うまく月面工場へ潜り込めたな。しかし株主見学ツアーとは考えたもんだ。だがサルバトーレに気づかれると大変だぞ。大丈夫だ、宇宙服を着ていれば見つからぬ。宇宙服なんて着るの何年ぶりだろう。さあジョナサン、フェイスプレートの濃度を上げろ。音声出力も変調させておくんだぞ。わかってる、石田のやり方なら。しかし宇宙服を着るときぐらいタバコを離したらどうだ。これがないと落ち着かない。死ぬまで何かに頼って生きるつもりか、エド。まあいい、サルバトーレの話を聞こう。それとなく大学校で聞いて総理をやってみるんだ。本来なら船内服のようなラフな格好でご案内したいのですが、当工場は宇宙ホテルのような設備が整っておりません。1気圧に油圧されていますが、安全のために宇宙服は着たままでお願いします。それでは私だけ喋っていても退屈でしょうから、皆様からの質問を頂戴したいと思います。月面工場の全貌と各設備はここから窓越しに見渡せます。皆様のバイザー内のアイポイントセンサーと連動していますので、指示は目線で分かります。さあどなたかご質問は。
カタログにも載っていないんですか。第七工場。さっきポインティングしてた工場のことですか。ああ、あそこは採掘した鉱石などをしまっておく倉庫だったんです。あそこの露天掘りは枯れてるんでしょう。ゲニウムさんもね。よくご存知ですね。以前の話ですよ。今は閉鎖されています。汚染廃棄物の捨て場になっています。今は第六工場までしか稼働していません。それはそうと、あなたの音声出力は少し変ですね。後で係の者に言ってください。ヨナさん、その辺でやめとけ。くそ。え、何ですか。いや、とにかく第七工場は皆様にお見せできるようなものではありません。それに危険です。大事なお客様を危険な目に遭わせるわけには参りません。月面工場について十分ご理解されたことと思います。出発の時間です。次の LSM 便は1ヶ月先となりますので、お乗り遅れのないようにお願いします。またの機会に。いい旅を。LSM が月周回ステーションへ帰っていく。これでもう帰れないぞ。アルキメデスクレーターまで歩いていくわけにはいかん。覚悟はいいな。 LSM が向こうに着くまで乗客のチェックはない。それまで俺たちは自由に行動できる。やはり第七工場だ。あそこが怪しい。さっきもサルバトーレの応対がおかしかったしな。北条の死体は第七工場に送られたことになっていたんだ。さあ、第七工場を調べに行こう。中央案内所だ。閉めたぞ。誰もいないようだ。
エンプスだ。なんでエンプスが月面に？ AP がいるってことだ。あれは月面用に改造されてるようだがな。ますます怪しいな。民間の企業がエンプスを警備に使用してるなんて。何が閉鎖中の倉庫だ、サルバトーレのやつ。北条の ID カードはゲイツに没収された。心配するな。俺が BCP からくすねてきた。ジョノさん、扉が開いたぞ。中に入るぞ、イナ。よし、中に入った。表のハッチを閉めるぞ。さあ、正面の扉を開けるぞ。待て、もう少しで減圧が終わる。オケだ、オールグリーン。何があるかわからん。ヘルメットはかぶったままで行こう。賛成だ。顔を見られたくないしな。扉を開けるぞ。これはバイオモートの山だ。エド、ハードスーツに内蔵されているバーチャルレコーダーを回せ。ビヨンドへ帰って BBC へ渡す。わかった。エド、一体奴らは何を？北条の死体を探そう。 VTR に収める。月資源を探査するときに使うものだ。ある程度の立証にはなるはず。これはジョナサン、あったぞ。北条の死体だ。弾痕が直してある。ちゃんと縫合して見ろ。臓器が傷つかないようにわざと狙いを外して撃ち込んである。ビクトルの言った通りだ。奴らは北条のバイオモートを使ってお前をはめたんだ。手際がいいな。死体をトリックに使い、すぐさま回収してバイオモートとしてここに保管している。ビヨンドを探しても見つからんはずだ。北条はここにずっといたんだ。立証できるか？ VTR だけではどうかな。今の技術じゃ VTR の細工は簡単だからな。細工ができるということは細工を見破る技術も進歩してるってことだ。ああ、このバーチャルレコーダーは画像だけでなく各種のセンサーデータも同時に収録できるしな。この映像は彼には見せられん。脳死状態の死体だ。通常静止体バイオモードとか新死体ネオモードとか言われている。脳の機能は停止しているが、人工呼吸器や生命維持システムで死体を生かしているんだ。ジョナサン、デイブ、デイブだ。デイブ、ほら、エド、腎臓を摘出した跡が保護してあるが、 BCCH で見た腎臓を刈り取った跡だ。刈り取った臓器は人工臓器が代役を果たしているようだ。この状態でどこまで組織を生かせられるんだ？普通脳死状態で放っておくと3日から4日後に心停止に至るんだが、昇圧剤、利尿剤などの延命剤の投与で心停止を引き延ばせるらしい。
嫌な予感は的中した。なんてこった。幼児の死体まである。ひどいことを。あのモニターは証券取引所のようだ。わかったぞ。徳川はビヨンドやホームからバイオモートをこの月に集め、全宇宙へ向けての臓器密売を行っていたんだ。ここにあるバイオモートは商品である臓器や組織を保存する容器ってわけだな。北条が行方不明になったのも、デイブの死体が消えたのも、バイオモートとして臓器密売に利用するためだったんだ。BCP で正規の死体解剖が行われなかったのは、そういう裏があったんだ。北条もデイブも商品のストックにされた。もうじきビクトルも送られてくる。石田の言いかけたもっと恐ろしいことっていうのは、臓器密売のことだったんだ。俺たちは目先のことしか見てなかった。奴らが隠そうと躍起になっていたのは、ナークの件ではなく、このことだったんだ。その通りだ、ジョナサン。誰だ？しばらくぶりだな、ジョナサン、エド。こんなところで会えるとは思わなかったよ。その声は？そうだ、私だよ。ようこそお二人さん、月世界セレノスフェアへ。サルバトレ、貴様も徳川の犬とはな。ここで何をしてる？見ての通りさ、ホームやビヨンドからバイオモートを買い取り、ここで保存。我々の臓器配分ネットワークとリンク、電話一本で全世界への臓器提供を行っている。商品には専門の処理と加工を施してな。そのための専門医を抱えている。どこの国の政府機関もできないことを我々がしている。臓器の密売用か。ホームのマフィアや組織にナークを提供する代わりに、彼らから健康な死体をもらう。人身売買、誘拐、殺人。バイオモートの入手方法は彼らが決める。地球で頻発してる幼児誘拐はこのためか。君らが必死になって追っていたナークカプセルは単なる彼らへのサービスの一つに過ぎ。腑に落ちんな。なぜ黒消しの栽培だけをビヨンドでする？ここで栽培すれば安全なはず。いい質問だ。この月面では、ここでは黒消しは実をつけるのだよ。黒消しのような繊細な種の栽培は無理だ。重力生物学はまだ現象を説明することしかできない。それでビヨンド内で栽培を。サルバトーレ、自分が何をしてるか分かってるのか？分かってるさ。慈善事業だ。誰もができないことを我々がやってる。もちろん金はいただくがね。宇宙開発の陰にはドラッグと臓器が必要だ。人類は宇宙環境に適応できない。漆黒の宇宙空間、あの孤立感。選ばれて訓練されたものでも頭がおかしくなる。ジョナサン、お前もよく理解できるだろう。薬なしのクリーンな宇宙旅行はせいぜいこの月までだ。だから許されるというのか。たかが麻薬だ。我々は麻薬がなければ生きてゆけんのだ。そして降り注ぐ宇宙船、無重量。人体や遺伝子に様々な影響が出る。薬と同様、宇宙開発には臓器のスペアが必要なんだ。見ろ、このバイオモート。人類のスペア部品だ。
宇宙開発で傷つき病んだ我々を救ってくれる。ここは6分の1時バイオモートの保存に持ってこいだ。ホームだと床ずれの心配がある。逆に無重量だと臓器の機能が弱る。まさに月は臓器保存に最適の地なんだ。刈り取った商品は加工した後に月資源に混ぜてマスドライバーで送る。加工？臓器移植といっても様々なケースがある。我々は必要な臓器を必要な状態に加工してすぐ移植できるようにしている。高齢者や感染症を起こしているバイオモート以外は全てここへ送られる。じゃあなぜビクトルのような高齢者を？バイオモートの利用方法は移植用臓器や血液の保存のみではない。北条やビクトルのような高齢者のバイオモートは希少なホルモンなどの生産や新薬開発用の実験体として使われる。若い女のバイオモートは人工子宮として子供を産むこともできる。もう代理母の必要もない。北条は特異的な血液型所有者なので血液の生産用に保存している。全世界に臓器が不足している。毎日のようにニュースではその話題だ。どうだね、宇宙医学のために十分なっているだろう。ナエド、お前も我々の臓器ネットワークの存在を知っていれば女房は助かったのにな。キャサリン、宇宙開発とドラッグ、そして将来的なドナーの欠乏、そこにいち早く目をつけたのが徳川だ。奴はこのことを30年前に予測していた。救世主サルバドール気取りだな、サルバドール。今から30年前、ポリスノーツとしてビヨンドへ派遣された時、徳川からこの計画を持ちかけられた。徳川、ゲイツ、そして私は徳川の財力とコネクション、さらに BCP を操作してビヨンドに君臨する策略を練った。その長期にわたる計画にはエドとジョナサン、お前らのような金と権力に欲のない道徳論者が邪魔だった。まさかあの事故？なんてことだ。30年前のエンプス、ユーリーの暴走事故。徳川の命令で私が細工した。事故後、救助活動を遅らせるようにしたのはゲイツだ。あれが人為的な事故？しかし貴様が生きていようとは、しぶといやつだ。すでに我々の計画は成功し、システムは起動している。今となってはお前らがどう叫ぼうとびくともせんが、徳川を怒らせてしまったからな。始末せねばならん。サルバトーレ、エド、ジョナサン、悲しい顔をするな。お前たちを見送った後、すぐにでもお前たちの家族や仲間たちに会わせてやる。あの世でな。しまった、マークやアナモン。お前らプラトークレーターの語源を知ってるか？ギリシャ神話のプルトン。そう、プルトンとは止めるものの意味だが、ギリシャローマ神話のプルトンは冥界の神、つまりあの世ビヨンドのな。我々を象徴するにはぴったりの地名だ。そしてお前たちもこのバイオモートのようにここで眠ることになる。この死者と生者とをつなぐこのプラトーの地でな。くそ、エド、ビヨンドへ戻ろう。そいつに頼ってもダメだ。そこの腰抜けは銃が撃てないんだ。覚悟しろ。
バイオムート生命維持装置システムに異常事態が発生しました。死んだ。ジョナサン、長居はできん。エンプスが来る。ここを脱出しよう。どうやってここを出る？ LSM は来ないぞ。いい考えがある。聞きたくない。こういう時のお前の思いつきはろくなことがなかった。マスドライバーだ。あれに乗ってここを出る。やっぱりな。むちゃくちゃな考えだ。それしか帰る方法はない。ひとまずここを出て、中央案内所まで戻ろう。さあ、ここから脱出しよう。ジョナサン、気をつけろ。エンプスのコックピットが閉じてる。まずい。やったぞジョナサン。ひとまずな。よし、中央案内所に戻ったぞ。マスドライバーを探そう。あれだ、あれがマスドライバーだ。あれを使って脱出しよう。ジョナサン、外へ出るぞ。わかった。よし、行くぞ。駆け足だぞ、いいな。6分の1 G だ。前傾姿勢をとって小刻みに歩くんだ。俺も元ポリスノーツだ。うまくやれるさ。火星の3分の1 G よりは楽だ。これがマスドライバー。ここから L2 のマスキャッチャーやバケット公園向けて月資源を乗せたペイロードがマッハ 7.2 で射出されてる。マッハなんだって。秒速 2.4 キロに達した瞬間、電磁誘導トルクによって 100G 近いブレーキがかかってペイロードは射出される。 100G だって？それじゃ俺たちは G で潰される。大丈夫、大 G ショックポットだ。徳川の大切な臓器やバイオモートを運んでたんだ。安全なはず。まさに棺桶だ。俺は遠慮する。眠ってればちゃんと送り届けてくれるさ。エイド、よくそんなことが言えるな。いつから楽観主義者になったんだ？俺はエンプス事故以来、閉所恐怖症なんだ。わかってるさ。今日で終わりにすればいい。月面に BCP でしか許可されていないゴダートバタがいるんだ。徳川はエンプスの施設部隊を持ってるに違いない。なんてこった。エド、反動がある。体を押さえてくれ。ジョナサン、頼むぞ。
すがは貫通弾。バラテナ、ジョルさん、撃て。やった、ジョルさん、第二波が来るまでに乗り込もう。さあ、ジョルさん。エド、本当に大丈夫だろうな。ジョナサン、早く乗れ。これに人が乗ったことがあるのか。これから俺たちが乗るのさ。よくわかった。行くぞ、G に備えろ。やっぱりやめた方がよかった。もう遅い、生きていたら L2 で会おう。ああ、ああ、ああ、ああ。